坂本クロエの生息地を教えてください。この前男子トイレで見た気がする。犯罪なんよ坂本クロエがもし男子トイレでいたんだとしたらそれは犯罪です。捕まります。捕まれじゃないんで捕まれじゃやってないか坂本。多分男子トイレ入ってないから。ちっちゃい頃はね、全然違いが分かんなくて、男子も女子も、まあ、シャツのね、小学校、低学年ぐらいだと思ってください。人間で言う男子女子って区別があんまついてなくて、普通にトイレ入れましたけどね混んでるからって言って男子トイレ入ってふぅーってなって帰ってきたことあるまずトイレの形が違うよね。男子トイレのさ、形がさ、こういうなんかしっかりとした男子トイレの便器ってものを見たことなくて、この前検索で見てこんな形してんだと思って、ちょっとなんか新しい発見した気持ちになったんだけど、あれって女の人もできないのかな。ちょっとやってみたさあるよね。女の子、男の子になってやってみたいことナンバーワン立ち寄んなんじゃないかなと思うんだけど、なぜ検索した確かにそうか、そうか、そこからおかしいのか。なんで検索したんだっけ、忘れちゃったな。実際さ、なんか男の子はさ、手洗わないって言うじゃん。手洗わないでできんのかと思って調べたんじゃなかったかな。ちなみに坂本は外で外出時じゃないとトイレ後に手洗いません。家では手洗いません。